今回は、囲碁 AI の金物のを見ていきたいと思います。この AI、今、すごい勝ちまくっていて、1ヶ月間、今負けてないんですよね。470連勝しています、現在。なので、誰が金物の連勝を止めるのか、今後も注目していきたいと思います。今回紹介するのは、 黒番が囲碁 AI の金毛で、白番が九段の方ですね。初手から見ていきたいと思います。黒は星に打って、白も星に打ちましたね。で、ここで黒は二連星に打ちましたね。金毛が二連星打つのは結構珍しいかなと思いますね。最近、囲碁 AI の金毛、黒番の時はほぼこの小目から 星から桂馬に打つ形が9割以上なので黒番の時は9割この布石なのでそれ以外の布石打つの結構珍しいです2連戦は結構新鮮ですね最近僕もこの2連星の布石を実践で打ってて、まあ、対局では2回打ったんですけど、まあ、2回とも布石で割と成功してて結果も出てるので今一番 黒板で、有力な素敵だと思ってますで、金毛はかかりを打って、ここに桂馬しましたね。まあ、金毛はここに桂馬したんですけど、これ結構珍しい手なんですよね。桂馬にした手は。でよく AI が推奨してるのは、アルファゴとか、エルフが推奨してるのは、かかりを一回打ってから、右上に三3に入る手で、 まあこれが AI が一番推奨してる手ですかね。まあ白が例えば、こっちに押さえたら、張って、で、ケ馬に打って、ぶつかりから、羽を打って、で、白は先手を取って、また、左上の方に3-3入ったりとか、左下に3-3入ったりとか、まあこういう展開も考えられましたね。で、人間的な感覚で言うと、 最近流行ってるのはこのつける手なんですけどこのつける手は別の動画でやろうと思ってるんですけど個人的にあんまりこのつけは黒から良くなることはないと思ってますねこの局面で白は普通に受けてて黒の注文図としては白が当てて繋いだときに 白がもしね下がってくれれば黒は押すよってこれは黒が目いっぱいな形なんですけどまあ実際はこの図には絶対ならないので実際問題ここで2線の方の下がりではなくて白は押して打ちますのでまあこれは部分的に白が不満がないと思ってるのでつけばまあ個人的には この分かれなら白が不満ないかなと思います。なので、滑る手とか、開く手が考えられるんですけど、まあ、こういう手を打つとすぐ白が三三に入ってきて、黒の受け方が結構難しいので、まあ、僕個人的におすすめの手としては、ここに桂馬にするのがおすすめですね。まあ、この手の意味はどういう意味かというと、まあ、白がもしね、挟んできたら、 まあこれは黒が戦える形ですし、この時は黒から付ける手が有力なんですよね。付けて2段に跳ねる手。で、もっと強く打って戦うなら、ここに付けるという手があるんですよね。白が受けたら、もう一回を付けて。まあこれで黒が簡単に裁けるので、もし押さえてくれたら当てを打って、まあ桂馬ぐらいに打って、これは黒が戦える形ですので、 白が伸びてきたら繋いでおいて。で、これで、まあ、白が跳ねてきたら、まあ、跳ねて。で、白繋ぎぐらいですので、まあ、これ、黒が戦える形だと思うんですよね。ここで黒、下がりぐらい打っといても、これは、右下の黒の行き方は結構辛いかなと思いますね。まだ。 中央も止まってないので,で黒が跳ねた時に伸びるとここに曲がる手があって結構白の次の手を難しくなるんですよね黒から当てる手が残ってるのでなので白としては隅受けにくいので外側封鎖していく手が考えられるんですけどこれは黒から当てが利くのがかなり辛いんですよね。 当てが効いて、伸びきる形が黒の良い,い形なので、まあこれも黒の隅の字が辛くて、黒が不満ないかなと思います。なので白としては、黒にここに付けられたら、こちらからはなかなか受けにくいところなんですよね。なので最強の手は、こちらに、上から跳ねる手なんですけど、これは一応、黒から付けて、 裁、まあ、きぐらいはあるところですね。まあ、割り込みとかなら普通に伸び切って。まあ、これは白がね、まあ、どちらか切ったら黒は切った方を取るので隅で裁けてますし、この時に隅から受けて最強に打つのは、まあ、黒からここに当てを打って押していくっていう戦いがあるので、まあ、これは この後かなり難しいんですけど、ここで白が次とか打ってくれれば、一応黒も外から当てを打って伸びるっていう形があるので、まあこれはかなり難しいんですけど、互角の戦いかなと思いますね。まあ一番難しいのは、この時に白が伸びてくてですよね。まあこれは一応、黒こちらに出ての振り替わりなんですけど、まあ、白が当てたら、 こうに弾いて、まあ難解な戦いが予想されますね。まあ抜いたら、黒も一応こちらについで粘る形があるので、お互い難しい戦いになるかなと思います。以上の理由から、まあ白が、もしね、単に挟んできたら、まあツケ研究してて自信があれば、 強い手なので打ってもいいと思うんですけど、一番簡明なのは、これで簡単に黒が裁けるので、まあこれで隅裁ければ、黒も打てる分かれですので、普通に打つのがおすすめかなと思います。それほど難しい変化にならないので。まあもう一つ嫌な手として、ここに肩についてくる手があるんですけど、この手に対しては一応、ここに挟む手が、 右下の黒から開きと挟み両方兼ねた手になってますので、この黒1の桂馬の意味は、この片付けは怖くないという、この白2の片付けに対しては挟む手があるよというのが、この桂馬の意味ですね。この黒1の桂馬で、まあ下辺が結構いい幅なので、なおかつ左下の33に入ってくる手を牽制しているので、 ま僕個人的にはこの構えが黒も面白い形なんじゃないかなと思ってますね。あんまり AI とかは推奨してないんですけど、まあ、人間ではたまにプロの先生が打ってたりするのは見たことありますね、この構えは。まあ、ただ、金毛はこの構えを推奨してますね。まあ、この手の意味というと、 もしね、白が挟んできたら、こちらに詰めようというのが、黒の狙いだと思うんですよね。まあ、さらに厳しい発想というか。まあ、白にコスミとか何か打たせてから裁こうとか、そういう狙いだと思いますね。黒右下つければ簡単に裁けますので、まあ、白としてはこの局面でもっと厳しくコスミ付けから行きたいんですけど、 白コスミ付けから打っても黒は詰めてくるんですよね。まあ、白がもし上にコスミとか打ったら二剣に飛ぶのが黒としてはいい形なんですよね。特に絶芸とかこのコスミ付けられた形から二剣に飛ぶ手を特によく打っていて、まあ、白が 何か打っても、型付きで簡単に形を成形できるんですよね。あと、黒からもう一つの狙いとして、付けを打って隅に3々に打つ狙いがあって、まあ、この手で黒石簡単に成形できますので、まあ、そんなに右下の黒石って攻められることがないんですよね。なので、こちらに桂馬に打っても、 金物判断としては、この右下の黒石がそこまで攻められることがなくて、白が下辺に入ってきても大丈夫というのが金物の判断かなと思います。まあ、ここまでが一応、僕なりの2連星の布石の考え方ですね。まあ、2連星って結構簡単な布石に見えて、 研究してみるとかなり奥が深い布石なので、研究しがいのある布石だと思います。というわけで、今回の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。序盤の解説が長くなってしまったので、続きは次回の動画でやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。